ライブハウスアドバイヤーのさん、ここは墓場だぜ。やあ、翔君、うちの墓場へよく来てくれた。おいらの名前はビートルジュース、ワイドで、クロイティーなアイラスアウトの通り、あ、元気のシーンやってた。バーチッとワニ名付けてゾンビランド。ここにはな、ユニバーサルの古いモンスターどもが住んどるんや。なあお嬢ちゃん、そこのピンクのお嬢ちゃん好き？あ、始まったんじゃない、モンスターは好き？そうでもない。じゃあお疲れちゃんでした。話進まないから少しは気になって、気になったよね、気になったよね。あ、気になった。あ、じゃあお嬢ちゃんのためだけモンスター紹介しよう。後ろはついでに聞いておくように。まずはフランケンシュタイン、それからフランケンシュタインの花嫁、名前はブライド。とてもいい女や。それからドラキュラ博士ちゃん、あんたはそのドイツのお嬢さん、あいつの好みのタイプで気をつけるな。そして最後、とても元気な野郎なんだ、オオカミ男。こいつは一晩中月に向かって吠えるのさ。息がよろしく。どうだい、この周りをゆっくり眠るっつうのはウルトラいいだぜ。ほら、エグザトー
紹介したやつらがいるんだ。だいたいよ、ロックンロールあれは放火機であるでもがつきもんでしょ。だけど、よ、ここは墓場だからそんなヤバな追っかけじゃなくもっとお金。あーした。オーケーしてる墓場の DJ ビートルジュースが、ビートルジュース。ご紹介しよう。どっさいこりと強烈な2人組、その名も、ヘッンホー。
無事大事沈黙たまらんわかんぞ。 Hello, Beetlejuice. ああ、おいらの時代がやってまいりましたね。いやー、お嬢ちゃん、人生は一回消えるもんだ。あんたフランケン食品の中ほっといてさ、おいらとこにゃいいことしろぜ。さあ、飲んでくれよ、おいらのビートルジュース。ジッタ、いけるんだろ。おう、ビートルジュース。
葉で決めていただきましょうか。モンスター中のモンスター、早川のパーティー、オーイエー、ブランケー主体。
わかります。